まどか？さやかちゃん、これから、その…そう、悪い魔女を探してパトロール。これも正義の味方の務めだからね。一人で、平気なの？平気平気。マミさんだってそうしてきたんだし、後輩としてそのぐらいはね。あのね、私、何もできないし。足手まといにしかならないって分かってるんだけど、でも、邪魔にならないところまででいいの。行けるところまで、一緒に、連れてってもらえたら、って。頑張りすぎじゃない？ごめん、ダメだよね。迷惑だってのは分かってたの。ううん、すっごく嬉しい。ねえ、わかる？手が震えちゃってさ、さっきから止まらないの。情けないよね。もう魔法少女だってのに、一人だと心細い、なんてさ。さやかちゃん。邪魔なんかじゃない。すっごく嬉しい。誰かが一緒にいてくれるだけで、すっごく心強いよ。それこそ百人力って感じ。私。必ず守るよ。だから安心して、私の後についてきて。今までみたいに、一緒に魔女をやっつけよう。うん。それに、私バカだから、一人だと無茶なデタラメやりかねないし。マドカもいるんだって肝に銘じてれば、それだけ慎重になれると思う。そっか。うん。考えがあってのことならいいんだ。キューベ。君にも君の考えがあるんだろう、マドカ。うん。サヤカを守りたい君の気持ちはわかる。実際、君が隣にいてくれるだけで、最悪の事態に備えた切り札を一つだけ用意できるしね。私は、もし、さやかちゃんが危機に陥った時、私が契約して魔法少女になれば、そんなこと考えもしなかったけど、キューベイのそうなった時、私、今は何も言わなくていい。さやかも、きっと反対するだろうし。ただ、もし君が心を決める時が来たら、僕の準備はいつでも整ってるからね。見つけた。ここだよ。ソウルジェムの反応からしても、間違いない。マドカ、気をつけてね。うん。この結界は、多分魔女じゃなくて、使い魔のものだね。楽に越したことないよ。こっちとら、まだ初心者なんだし。油断は禁物だよ。わかってる？ちょっとちょっと、何やってんのさ、あんたたち。逃がしちゃう。くそ、追いかけなきゃ。だから追いかけんなっての。何よ、あんた。見てわかんないの？あれ魔女じゃなくて使い魔だよ。グリーフシードを持ってるわけないじゃん。だって、あれほっといたら、誰かが殺されるのよ。だからさ、四五人ばかり食って、魔女になるまで待てっての。
そうすりゃちゃんとグリーフシードも孕むんだからさ。あんた、卵を産む前の鶏閉めてどうすんのさ。魔女に襲われる人たちを、あんた、見殺しにするっていうの？あんたさ、なんか大元から勘違いしてんじゃない？食物連鎖って知ってる？学校で習ったよね。弱い人間を魔女が食う。その魔女を私たちが食う。これが当たり前のルールでしょ？そういう強さの順番なんだから。そんな。あんたは。まさかとは思うけど。やれ人助けだの正義だの。その手のおちゃらけた冗談かますために、久兵衛と契約したわけじゃないよね、あんた。だったら、なんだって言うのよ。ちょっとさ、やめてくれない？遊び半分で首突っ込まれるのってさ、ほんとムカつくんだ。はっ、あっそりゃ！東四郎が知った、頭冷やせっての。おかしいな、全治3ヶ月ってぐらいにはかましてやったはずなんだけど。さやかちゃん平気なの？彼女は癒しの祈りを契約にして魔法少女になったからね。ダメージの回復力は人一倍だ。誰が、あんたなんかに。あんたみたいな奴がいるから。マミさんは、うぜえ、超うぜえ。つうか何、そもそも口の利き方がなってないよね、先輩に向かってさ。黙れ！さやかちゃん！まどか！近づいたら危険だ！言って聞かせてもわからねえ、殴ってもわからねえバカとなりゃ、あとは殺しちゃうしかないよね！負けない、負けるもんか。どうしてねえ、どうして。魔女じゃないのに、どうして味方同士で戦わなきゃならないの。どうしようもない、お互い譲る気なんてまるでないよ。僕にはどうしようもない。でも、どうしてもやめさせたいのなら、方法がないわけじゃないよ。あの戦いに割り込むには、同じ魔法少女でなきゃダメだ。でも、君にならその資格がある。本当にそれを望むならね。まどか、どうしたらいいか。自分で考えてみるんだ。私、そうだ、私が契約すれば、このままじゃさやかちゃんが殺されちゃう。チャラチャラ踊ってんじゃねえよ、このウスノロ。で終わりだよ。さやかちゃん、キューベ。
それには及ばないわ。ホムラちゃん。うにゃな、何が起きたの？明美ホムラ、一瞬にして二人を引き離すなんて、君はまさか。何しやがったてめえ。ご想像にお任せするわ。そうか。あんたが噂のイレギュラーってやつか。妙な技を使いやがる。邪魔するな！さやかちゃん！大丈夫。気を失っただけだから。おいおい、ますます妙な技じゃんか、それ。あんた。一体何者だい？こいつらの味方か？私は、冷静な人の味方で、無駄な争いをする馬鹿の敵。あなたはどっちなの？桜京子。どうして私の名前を、どこかで会ったか？さあ、どうかしら。私にも見切れないほどの早技を使うなんて、こいつ、侮れない。それにこの妙な貫禄、まるで気に食わねえんだけどさ。けど、相当の経験があると見たよ。迂闊に手を出すのはちいとばかし危険かもね。ここは様子を見んのが得策ってとこか。手札が見えない相手とやり合うほど、私はバカじゃないからね。今日のところは降りさせてもらうよ。賢明ね。ふっ。ホムラちゃん。助けて、くれたの。ありがとう。金目窓か。一体何度忠告させるの？どこまであなたは愚かなの？あなたは関わり合いを持つべきじゃないと、もう散々言って聞かせたわよね。私は。愚か者が相手なら、私は手段を選ばない。ホムラちゃん。どうして？言ったでしょ。私は、誰の味方でもないって。気にすることないさ。何にせよ、彼女が何かを企んでいるのは確かだ。くれぐれも気。ホムラちゃん。